ポチッと、お待たせしました。4月11日月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。今日もよろしくお願いします。本日は第2週の月曜日ということで、国際ヒーリング看護協会の中瑠美さん、それから、今日はなんとね、特別ゲスト、いつ呼ばれたのかなっていうところはあるんですけれども、ね、第4週の月曜日ね、ラルミナス、訪問看護ステーションの、ね、田中奈々美さんに、ね、お越しいただいてます、はい、じゃあカメラの方そちらに移しますので、こっち、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。奈々美さん、急にありがとうございます。はい、大丈夫です。むちさん、一応ね、ななみさんも国際ヒーリング環境会理事なんですよ。ああ、そっかそっかそっか。はい、そうですね。はいはいはい。はい、一応理事は。はい、国際ヒーリング環境会で、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね、今日はね、どんな感じでやっていきましょうか。はい。ななみさんが、うん、今、ナース甲子園っていうのをすごく頑張って、はい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 、こちらこちらで活動されていらっしゃるんですけど、うん、4月には関東の方にいらっしゃる予定でいるんですね。はい、23日に開催するということで、はい、まあ、その話をちょっと伺いたいなっていうのと、うん、あと、その日はちょっと私の自宅に泊まる予定になってまして、で、翌日24日には、ルミナス訪問看護ステーション千葉の方で、うん、ななみさんのリバースカードの使い方講座、それから私が午前中に霊気のまあ、アチューメント受けた方 の、うん、練習会ができたらいいなっていうふうに思ってまして、うんうん、まあ、そういう話をさせてもらえたらなと思ってます。じゃ、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。奈々美さんね、この間那須甲子園、ね、大阪でしたっけ。はい、はいはいはい、ね、無事終了されて、ね、はい、どんな感じで。そうですね。なんか、まあ、来てくださった方が、なんていうか、こう、最後にグループごとにシェアとかするんですけど、まあ、その中で、こう、涙される方とかがいたり、あと、その、主催一緒にさせてもらった、英子さんも、なんかこう、喋ってるうちに、こう涙したりっていうので、で、それはなぜかというと、そういうナース甲子園っていうのを、英子さんもずっとしたかったみたいなんですよ。で、そのナース甲子園って何かって言ったら、まあ、看護師さんが元気になったら、まあ、医療現場も良くなって、みんな笑顔が、患者さんも笑顔になっていいんじゃないかっていうので、でも、現実、あんまり看護師さんが元気じゃないところもあるじゃないですか。まあ、忙しくて、こう、だんだん自信なくしてしまったりとか、本当にしたい看護って何なんだろうとか、あと、その職場関係、特に、まあ、人間関係があんまり良くないと、本来だったら、その職場で、聞けばいいこと、質問とか先輩に教えてもらえばいいことを、やっぱりどうしても聞けなくって、まあ、参考資料とかで勉強したりだとか、で、まあそうやってそういう看護師さんのブログとか見たら、例えばその点滴の採血の仕方とか、ドレーンの管理の仕方とかが書いてるブログで勉強したりとか、聞いたら終わること、先輩に、を聞けないっていう状況、現実あるんだなっていうのを、エコさんはすごく感じてたみたいで、やっぱりそういうブログを一個作ってたらすごいアクセスが良かったみたいなんですね。人が結局そういうの聞けてないっていうことやね、みたいな感じで。で、そういうのもあって、まあ、ナース甲子園っていうので、まあみんながこう何かできることやっていけたらいいな、みたいな元気になってっていうので。でもなかなかなんか、関東の方でもなんか最初にそういうのをしようとしてた時にあんまり人が集まらず、できなかったみたいなんですね。なんかやろうとしてたみたいなんですけど、でこの前、大阪でしたときに、形になって、初めてそう、ずっと思ってたことが、こう、ちゃんと形になったっていうので、まあ、そういうのもありの、
なんかこういろいろあったみたいで、自分の中で。で、ちょっと話しながらちょっとうるっとされたりとかで、なんかそういう姿見させてもらって、なんか普段はそんな、あんまりそういうの見たことなかったも。だけどやっぱいろいろこう、一生懸命頑張って、いろいろ思いながらやってきてはったんやろな。そうなんだね。やっぱりね。一緒にさせてもらって、本当にちょっとでも、お手伝いになってよかったなって思って。で、まあ、そのイベント自体も、このナース甲子園って一回きりで終わるんじゃなくって、それに続いてそこに参加された方が、今度、ナースの意味を叶えるプロジェクトっていうのに参加されてるんですけども、もちろんそのナース甲子園のイベントに来られてない方もね、参加してくださってるんですけど、それぞれの、まあ、夢とか希望とかを聞きして、で、まあ、それが叶っていって形になれば、今度またね、そのナース甲子園の次のイベントの時に、今度はもうそのスピーカーというか、まあ、今度話す側の立場になって、その人らが立てるような場所をナース甲子園の場所にできたらいいなっていうふうに思ってて、で、またそこに来た人がそういう姿を見て、あ、自分も何かこう看護師としてじゃなくてもまあいいんですけど、こう何かこう夢叶えていけるんじゃないかとか、人のために何かできるんじゃないかっていう、諦めてた人がこうちょっとまたやってみようっていう気持ちに、そういう情報感がこうできたらいいなって思ってて、だからまあ続けていきたいし、こう広げていきたいっていうので、今でも第1回目なんで、そのプロジェクトをすごく大事にして、そこの人たちが本当に仲間になっていってっていうのも、将来的に私たちはそのホリスティックケアの普及とか発展とか目指してるので、そういう仲間ってやっぱすごく大事なんで、教えるとかじゃなくて、こう、一緒にこう成長していけるんだと思って、それを発表できる場所がナース甲子園でっていう感じで、で、そういう人たちがすごく人数集まってきたら、ルミさんもずっと言われてるんですけど、そのホリスティック版の国境なき医師団、できたらなっていうのをルミさんずっと言ってはって、で、私もなんかこの前、実際マザーテリサにお会いしたって、お会いされてこう、ずっと一緒にされてた日本人の方のお話聞いたんですけど、で、そこで聞いた話で、なんかこう、ちっちゃい女の子が、なんかゴミとかこう、あさって、それで、まあ、家計を支えてるっていうか、なんかそういう方がいらっしゃって、そういう子供さんがいてはって、でその子になんか夢を聞いたときに、その子がなんか、一日生きることって言ったそうなんですよ、夢が。で、なんかその、まあ両親のその病気だったり、あとなんか弟とか抱えてて、そういうぐらいだったかな。そんな女の子が夢がそうって言ってたって聞いたときに、なんかこう、涙出てきたというか、なんか私は、なんかこう、やりたいことできへんかったら嫌やとか、そんな、ちょっとわがままっていうか、まあ、そういうので、ところもあるんですけど、それも贅沢やったんかなって思って、なんかそんなん言ってられへん、今日一日生きるっていうことに、こう一生懸命してる、で、子供たちがおって、で、その子たちも、なんか話聞いたら、なんか物をもらっても、自分が全部取るんじゃなくて、人にあげたり、家族にあげたりするから、結局その、本人はあまり食べてないっていうか、で、でもその、お腹空いてるとか言ったら、お腹空いてない、もう食べたからってみんな言うんですって、そこら辺の子って。みんながそれがなぜかお腹空いてるのが当然やから、取らないそうなんですよ。お腹空いてるとか。なんかそういうふうに、子供がしてるっていうのが、私はその夢を叶えるプロジェクトとかやってるけど、それ以前の、子供たちが存在してるっていうか、
かも純粋に人のためとか自分はそのもらってのものをつく人に分けるようななんかそういうのを聞いたときになんかちゃんとするっていうか、そう思ってもやっぱその夢っていうかそのルミさんが言ってたもういつかそういうことしたらねっていうのも本当にあのちょっとでもそういうことを貢献できたら将来的にだからそこまであの育てていきたいっていうか大事にしていきたいなってこのプロジェクトも、すごく思ってます。ってな感じですいやすごい嬉しいです。ななみさんがそうやって言ってくださって、ねえ、やっぱり那須公園支援もいっぱいいろんなことがあったと思うんですけどね。ななみさんなんかもずっと本当に、もう10年近くなりますよね。ずっとそばにいて、もう私がもう何度泣きついたか。いや本当になんかでも、なんかそれこそ一つのプロジェクトっていうか、一緒の、あの活動することによってそこで愛を確かめ合うために私たちは出会ってるんだっていうふうに、それが本当に実感しますね。もうたくさんの人に支えていただいて、今もね、毎日本当に日々活動しながら活動してるんですけども、まあその中でやっぱり学ぶこともあるし、経験と感動の日々なんだなっていうのを、改めて今、ななみさんの話を聞いてね、感じました。実は国際非倫環境会って国際って何でつけたのかってよく言われるんですけど、実はそういう大きな夢がいつか実現したいっていうのがあって、もともと国際非倫環境会の前例が、輝く地球プロジェクトっていう任団体で起こったんですね。やってることはほとんど変わらないんですよ。ただ、医療の切り口からやった方が一般の人たちに普及していくなって思ったので、で、それこそ、私も貧困の子供たちの映画の上映から始まったんですね。で、ななみさんが今おっしゃってたように、私たちが学ばなきゃいけないことがそこにたくさんあるなっていうふうに、すごく感じたんですね。かわいそうっていう目線ではなくて、本当に私もフィリピンのゴミ山で、ね、生活している子供たちのドキュメンタリー映画だったんですけども、何もない、そういう世界でも、僕たちはここで生きることが天国なんだって言ってるんですよね。で本当に日々、今日一日生きられたことに感謝して生きてるんですよ。で、なんか、僕たちは病気になると病院にも行けないし、今日ね、健康で生きられたことに本当に感謝してるっていう子供たちがそういう発言をするんですよね。だから私は本当にすごくその映画から学ぶことがたくさんあるなって、本当にこれだけ豊かになった日本の中で、ものはすごく豊かになったけど、マザー・テレサも結局日本人はね、これほど心の貧しい国はないっていうふうにおっしゃってたんですが、なんか本当に逆に置き去りになってしまったものがたくさんあるなって、いつも思ってたので、そこからやっぱり気づくもの、得るものがたくさんあるなと思って上映の方をしてたんですよね。ただやっぱりそれだけではなかなかね、私たちの、まあ、その一瞬は、気づくかもしれないけど、その実践っていうかね、日々の中までに落とすにはちょっと足りないなと思って。で、じゃあ、それが実際の実践の中でね、行けるにはどうしたらいいのかなって思った時に、まあ、本当に草の根運動的に、まあ、訪問看護ステーションっていうものを立ち上げて、まあ、私たちがそういうものを実践的に、行っていく。で、まあ、そういうことができる看護さんたちの育成が、普及になっていくと、思ってたので、それこそ、ななみさんがね、ナース甲子園で、やっぱり看護さんたちが元気がないから、ね、看護さんたちの元気を取り戻すためにっていうふうに立ち上げてるのと同じで、本当に、殺伐として医療現場って本当に大変なんですよね。で、その中で、やっぱり本来の自分軸を取り戻すっていうかね、なんかそういう、自分たちの天命的なものを、気づけるような、スクールにしていくと、看護さんたちも元気になって、で、患者さんも家族も医療現場も、今度のとこから、発信していくことによって、ね、そういう幸せな輪が広がっていくなっていう、願いがあったんですよね。だそれこそ立ち上げてね、今、2ヶ月前から動き出して、で、4月ここで開校なんですけど、やっぱりまだまだ、これからなので、まあ、地道に少しずつ少しずつ、歩みを進めていきたいなって思ってるところですね。
本当そうですね、うん、始まりってねやっぱり結構大変だったりする場合もあるんですけども、うん、ただそこで集まる人ってやっぱりご縁があってそれ、人一倍思いの強い人がね、参加されるのかなっていうふうに思いますね、テディさんがチャットの方で心の国境なき石段を作ってますと、自殺ゼロ、貧困ゼロ、戦争ゼロ目標に活動していますと、ね書いてありますけどね、うんうん、それこそ本当に、自分のところだけで頑張るというよりももうみんな巻き込んで一緒に、同じ思いの人たちでやっていこうというところですよね、うんうんはい、ね、やっていきたいですよ。私もそれこそ最初輝く時期プロジェクトで活動してた時も、うん、なんでこうなんかアスエとかにもね出展させていただいたりとかね、うんうん、でこれだけやっぱり地球のためにね貧困のためにっていうことで動いてる団体がたくさんあるのにもかかわらず、うん、あまりなんか本当にね活動がもっと力を合わせて、うんうん大きな活動にしていったら、もっといいんじゃないのかなって思ってたことがすごくあったので、なんかやっぱり今つながっていく時代なんだなっていうふうには思いますよね。せっかく同じ方向向いてるんだから、と思うんだけどね。そうですね。そこのところで本当に、なんだろう、同じことをやるんだからっていうところ。ただ、そこで、なんだろう、いろんな違いって、当然あると思うんですけども、その違いも認めちゃって、でも、ここだよねっていうところでね、うんまあ、いろいろコミュニケーション取ってやっていくのが本当必要なんだろうなとは思うんですけれども。うんはいね、この那須甲子園も、実は、僕ね、ななみさんの話をその始まる前に聞いても、なかなか、なんだろうなっていう、具体的に分かんなかったんだけど、今すごく分かりました、ね。あ、そういうことなんだ。ね、例えばそのお家で、ね、言うならば お母さんが輝いてないとお家って、ねはいうんうん、みんなドローンとなっちゃうっていう、ねでやっぱり、ね、その病院では、ね、看護師さんってお母さんであり、ね、本当に、うん、なんだろうサポートを本当にしてくれる、うん方々っていうところで、その方々がやっぱ元気でないと、どうかなっていうふうに思っちゃったりするので、でね、さっきおっしゃられた通り、横のつながりって本当大事ですもんね。それは自分も学校の先生やってたんで、で、やっぱりその自分なんかもう週休2日になってすごく忙しくなって、横のつながりがどんどん減ってった。というところが、非常に感じた時期があったんですけれども、ね、おそらく看護師さんたちも本当に忙しい中、ね、でも、本当にやりたいことって何だろうっていうね、ところでもって、横のつながりをね、強めていく、広げていくっていうのは非常に、大事なところなんでしょうね。そうだね。本当に心差しが高くて、こう、優しい看護師さんもたくさんいてはって、だけど、こう、忙しさの中で、今日もちょっと話してたんですけど、例えば、妊婦さんの看護師さんがいても、切迫とかなんてみんな大体薬飲みながら、妊娠中も働いてるんですけど、いたわることもできないし、そういう、余裕もないし、で、私自身も、薬飲みながら働いたときに、お昼休憩の間って二人しかいないんですよ。二人で、みんなが休憩取ってる間にいるんですけど、まあ、夜勤と同じなんですけど、でも、お昼前からすごい処置とかいろいろあって、で、その、スクラッシュのベッドをね、手術場に持っていかないといけないときに、本来やったら誰か呼ぶんやけど、二人でやってるから、みんな休憩してるし、誰もいないから仕方ないから、まあ、それでも、手伝って言えばいいんやろうけど、やっぱり遠慮するっていうか、みんなもしんどいの分かってるから。だから、こう、無理して自分一人で、ベッドグッと上げた時に、もう、大出血したんですよね。で、そのまま入院になったんですけど、だから、そういう感じです。現場、そんな言ってられへんっていうか、
だから結局、心がしんどい人も、朝泣きながら、仕事して、泣きながら、なんかね、いや、行きたくなくなって、泣いて、でも気持ち切り替えて仕事行って、でも夜寝られへんから、最初に行った病院とかもそうです。大体民剤みんな飲んでました。寝られ、夜。夜勤せなあかんか寝なあかんけど寝られへんから、民剤飲んで寝て、仕事のために。っていうのもみんなしてたので、私はまあ、どこでも寝れる人だったので、その点は、珍しく飲んでない人だったんですけど、大げさじゃなくて、ほんまに8割ぐらい飲んでたかな、薬みんな、民剤を。ね、優しい看護師さんほどやめちゃうよね。逆にだから。そうですね。突然、だからギリギリまで頑張りすぎて、パタッと来なくて。来れなくなるって言ったらいいかな。だから迷惑かけたくないって、他の人もしんどいの分かってるから。だからすごくそうやって無理してでも頑張ってくるんやけど、もう本当に限界まで頑張って、心が壊れるっていうか、そういう人が出てきたんで、今まで。そうなんですよ。だからやっぱりバーンアウトする前に自分を整える、その手法をね、みんなが習得してセルフケアができていけば、そこまでにならなくて済むんじゃないかなと思うし、ねえ。もちろんそういう場所ばっかりじゃないと思うんですけど、やっぱ大きい病院になればなるほど、一人一人っていうのになかなか目いかなくなるやつし、別に誰が悪いわけじゃないんですけどね。でもやっぱり、その人不足とかはどこも言ってますよね。で、ほとんどその正社員が少なくて、パートとかあるじゃないですか。ほんなら、正職からしたらね、パートの人やからって途中で、仕事、キリが悪いところで帰られても困るし、で、パートの人もパートの人で、時間になったからって帰りにくいんですよ。だからどっちもしんどいんですよね。責任はやっぱり正職の人になるから、パートの人の仕事もその日のリーダーだったりするので、でも返してあげたいけど、返してあげられへんっていうのもストレスやし、こっちも。で、向こうも、帰りたいけど、帰りたいって言われへん。みんな働いてんのを見るからっていう。なんかみんな気遣い合って、なんかこう、っていうのも、本当に現場では、どっちもしんどいなっていうのがあって、じゃあみんな正職にしたらってなるんやけど、やっぱりそれはやっぱり経営上、難しいっていうのもきっとあるやろうし。だから夜勤する人って限られるし、みんなやっぱり外来行きたかったりとか、昔は、なんか夜勤だけの、アルバイトみたい。まあ、今もあるみたいですけど、もっと多かったみたいなんですけどね。そういうのも減ってきてるし、どうやろう、なんか、時代がこうだんだん良くなってある職場環境ってきっと良くなるし、良くなっていくもんだと思ってたんですけど、ちょっとなんか、あちこち人手不足で、そうでもない。し、逆になんか悪化してるようなこと聞くので、例えば今までやったそうやって有給とかちょっと取れてたのが、ほんまに人おらへんから、全然結局取れてないとか、まあ、普通の一般企業とかでもね、そういうの当然であるけど誰も取ってないみたいなったら、空気で取れないじゃないですか。なんかそういうのがもう当たり前にきっとなってて、で、しんどい時でも、休むって用意は。確かってその、夜に仕事行かなあかんときに、ぎっくり腰になったときに、どうにか行こうとしたもんね。どうにか行かれへんかなと思って、でも無理やったけど、ぎっくり腰。でも、してても無理やり下げて仕事が来てるし、だからって、代わりに、じゃあ誰か余ってる人が、来てくれたとしても、その人も日勤やって、そのまま夜勤してることで負担かけるじゃないですか。だからどうにか行こうって。だから、
ほんま誰が悪いわけじゃないけど、すごく疲れてるし、なんか、まあ、たまたまそうなのか、まあね、全部の病院見てるわけじゃないので、わからないけど、いろいろ話聞いても、やっぱり、なんか現実と理想のギャップみたいな、自分のしたい看護が、でも、やっぱり、できないっていうのはよく聞くし、やっぱり辛くなってくるみたい。本当はもうか患者さんともっと、何がシェアしたいのって聞いたら、やっぱもっと患者さんと関わりたいって言います。聞くので、本当に看護さんってやっぱり、やっぱり先生とか他の職業の人のクッションになったり、本当に気にはその患者さん側に立って先生に意見することも必要になってきたりとか、本当にこう、そばでこう、どっちの立場にもこうなってこう寄り添ってっていうのが多分理想っていうか、そういうことできると思ってなるんやろうと、なんかこう業務で終わるっていうか、こう処置とか業務でバーってこう終わってっていうか、終われたらいいっていうか、終わられへんし時間にっていうので、なんかそこまでの来たっていうのが、したくてもできてなくて苦しくなってる人が多いなっていうのが、だからそういうのしたいってすごい思って、みんな思ってんよなと思って、だから結局そのもう諦めて一回その病院から離れて、結構セラピストさんになってる人多いんですよね、看護師さんから。だからそこからのアプローチをみんなしようとしてて、中ではちょっとなかなか変われへんし、自分だけでは無理やって思ってるから、一回外出て自分のできることをもう自分でやろうって。でもなぜかっていうと、そこでしたくてもなかなかできないから、もう一回出ようみたいな、人からアプローチしようみたいなのは思ってみた。いろいろカウンセラーさんになってたり、セラピストさんになってたり、本当いろんなところからされてるんですけど、この前沖縄に行った時にもある方が言ってたんですけど、その方は主婦されたりセラピストになったり、看護師辞めてからもやってた、言ってた、いろいろされてたんですけど、その方が言ってたのは、看護師ってどこにいても何をしてても看護師っていうことが分かったみたいなこと言われてたんです。だから家庭によってもやっぱり看護師なんですよね。目線ちょっとこう見てるものとか、多分子供に対してもそうかもしれないですけど、やっぱどっかこう、なんかしてるんですよね。看護師っぽいこと、結局。私はそれはそれで、どこにいようが、そういうのできるっていうか、まあ、看護師って得やなと思ってますね。なんか同じことするにしても、やっぱり看護師と、があるっていうのとないのとでは、やっぱり違うなっていうのを思いますし、それはやっぱり、ね、解剖整理から全部、看護学生の時習って実習してっていうのがあるから、きっとそれって、別に病院とか、クリニックとか、そういうのじゃなくても、日常とか、違う職業についても、きっと役立ってて、で、みんなどこにおってもやっぱり看護師してるんやなっていうのがあるので、そのナースのプロジェクトも、別に病院にいなくてもいいって言ってるんですよ。おってもいいし、おってそこを、よくしていくっていうか、自分の、できる場所に帰るのもいいし、別に普通に主婦してても、その中での夢があったら、それはそれでいいっていうふうに、みんなで応援し合ってやっていこうっていうふうにしてて。でもほんまに、その言葉が、本当どこにおっても看護師って看護師なんやなっていうのは、すごく思いますね。納得したっていうか、もうわかる。でも、ぶちさんも、先生辞めても、どこに行っても多分先生っぽいんじゃないですか。なんか、ご人に。そう。そうですね。さっきのね、ななみさんのお話の中でね、やっぱりね、看護師をやってるとなかなかっていうところの自分の本当にやりたかったことを、そこから離れてセラピストに行って、まさに自分もそうなんで、そういうところでは、で、やっぱりどっかね、その先生っぽいみたいですよ。
ね、ね、今日3人とも霊気な仲間ですね。はい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 。うん、そうですね。ネット上でも霊気回しってできるのかな。できそう。回してみましょうか。みんなで参加者、ね、見てる方でもみんなで霊気回ししましょうよ。うん、はいはい、ね。じゃあ、今やっちゃいます。後で。もうちょい霊気の話も入れながら。でチャットの方もね、あの、いろいろ皆さんありがとうございます。ちょっとご紹介させていただきますね。あ、テディさんね、一緒にやりましょうと。はい。ね、考えすぎちゃう看護師さんが潰れちゃう感じなのかな。やっぱり優しい人だと思うですよね。その優しくて、本当心配り、気配りができる方こそ、そういうのが分かっちゃうから、そこで大変な感じになっちゃうところってあるのかな。さらにテディさん、七海さんが天然だと言ってるわけではありませんか。言ってるか。はい。僕はあえて何も言いません。はい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 。でも、ななみさん、私の方がひどいって言うんだよね。そう、でも絶対、ななみさんがひどいですよ。天然とは。ね、ここでも僕はあえて何も言いませんけど。はいはい。私も結構周りに迷惑かけてるけど。もう気づけてると思います、はい。なっちゃんさん、看護師だけではなく介護の現場でも同じことが起きていますと、はい、あ、なっちゃんか、うん、ね、うん、そうですね、ね、この辺、まあ後でね、うん、その辺のところの、こういうのも聞いたんですけどね、その介護のお仕事に関わってる方かな、やっぱりその本当に介護をやりたい人ってもう忙しくて、辞めてっちゃうっていう感じが多くて、うん、で、逆にまあね、こういうあれはどうなんだろう、言い方としてはね、そのリストラとかでもって、辞めさせられた方が、とりあえずみたいなところで、介護に入っちゃうと、そういう方ってね、その夢希望っていうのをちょっと失いつつっていうところで入ってくるから、結構それでまた介護の現場がきつくなってくる、来てるんですよね、なんていう、話を、されてましたね。マコリンさん、こんばんは、2014年に大腸がんで亡くなられた、お母さんですね、最後は自宅で看取ったのですが、自宅に帰る前に母の入院していた病院ではなく、すごく、対応、悪い対応ではなかったけれど、中には感じの悪い看護師さんもいました。これでは母も気づかれすると思い、うちに連れて帰ることにしましたと。さらに、マコリンさん、毎日母を見舞っていって、病院の様子を見ていて、なんか、労働環境も悪いなって思いました。これでは気持ちもすさんでくるなって思いました。はいはいはい。っていうとこですね。なんかこう、何が悪いとかね、そういうふうに、本当にみんなそれぞれこう立場があるから、うんうんうん、別に病院が悪いわけでもないし、うんうん、先生も一生懸命やってるし、うんうん、そういう怖い人もよくしようと思って怖くなってる部分もあるし、うんうんうん、だから本当に誰も悪くないんやけど、なんかこううまくいってないっていうか、なんかこう、なんか個性生かしてこう、あなたこれ得意やった、これあなた今日担当ねっていうわけでもないじゃないですか。やっぱりある程度仕事こなさないといけないし、でしたいことが時間外とか、だからって容量が悪くてそうなってるわけでもないし、どうし、なんか、やっぱり人手不足なのかな。まあ、経済的なところも含めてね、その人手不足っていうところが、まあ、非常に大きいところではあると思うんですよ。ね、ただ、それってね、なんて言うんだろう。自分、そこって自分でコントロールできないところだったりするので、でそこを、なんだろう、自分でコントロールしていくっていうところで言うと、ね、
ハピネス心理学の学びだとか、そういうところって非常に参考になるのかなと思うんですけどね。うん、ね、今回もだから24日、ルミナスですのリバースカードのね、使い方講座をね、ななみさんがやってくださるということで、うん、今カードあります？ななみさん。少しありますよ。ちょこっとどんなものか、ね、皆さんに見てもらうといいかなと思うんですけど、うん。表裏に載ってて、で、例えば、この、あるがままっていうのがあるんですけど、うん、で、これがポジティブの方がピンクなんですね。うん、で裏を返したら、自己喪失って書いてて、こっちがネガティブなんですよ。うん、でこういうのが、ずっと、カードに全部書いてあって、表裏でポジティブと ネガティブが全部あって、例えば、勇気っていうのがあったら、くじきっていうのがあって、うん、こう別に反対語なわけじゃないんですけど、解説読んだら、ああ、なるほどっていうのがあるんですけど、まあ、こう良き仲間があったら、寂しいっていうのがあって、で、これはどういうふうにっていうか、なんか自分が、先生がよく言ってるのは、なんか、性格っていうのがまずないって先生はいつも言ってて、自分はこういう性格ですって言うけど、そういうのはないっていうのをよく言ってはってね。ただ、どこを選択する癖がついてるかっていうので、例えばちょっとネガティブな、を選択し続けてた人は、やっぱりそういう癖がついてるので、どうしてもそっち行くんですけど、でもまあ同じエネルギーやって言っててね。うん。ただ、どっちをこう選ぶ癖があるっていうの。でもそれを気づいたら、変えたらいいって同じエネルギーなので、っていうので言われてて、で、だからよくわかりやすいのが、すごく怒りの反対が先生が意欲っていうふうにこのカードも載ってるんですけど、意欲が高いからこそ、うまくいかなくて、なった時怒りが出てくるっていうふうになって、それが表裏になってるんですけど、だから、自分が怒りっぽいなとか、誰かさんがすごい怒りっぽいなって思ったら、この人は、怒りっぽい人じゃなくって、意欲が高い人なんだなと思ったら、すごく気が楽になるし、で、自分がもう怒りっぽいっていうのですごく後ですごく自分を責めてたとしたら、ああ、私は意欲が高いなっていうふうに、うん、思うだけでも、ああってちょっとこう、そうなんだって意欲が高いなっていうので、っていうので、こう、見方を、今まで片っぽしか見れなかったのを、同じ出来事があっても、こう、反対の視点で物事が見れたりとか、今まで気づかなかった見方が、このカード使うと、できるっていうのと、こう、カウンセリングとか、あと、まあ、相談でも何でもいいんですけど、話してもらうとき、例えば自己紹介でもそうなんですけど、普通に自己紹介したら名前とか職業とか、そういうので終わってしまうんですけど、このカードを使っての自己紹介をすると、すごい中のものが出てくるんですよ。それは、やっぱり人ってなんかキーワードが出てくると、それに関連したことをすごく探して、それについてこう語るみたいで、そうすると、共感がそこで生まれて、私もそういう思いしたとか、私もそういうふうに思ってるとか、こういうふうにしたいって考えてるっていうのが、初対面の人たちなのに、いきなり結構そういう話が出てきたりとか、するので、すごい、一気に仲良くなれるっていうのかな。あとは、カード使って、褒めるっていうのをするんですけど、普段、褒めてるつもりで実は褒めてないっていうのを先生はよく言って、
私も褒められてないんやろね、多分あんまり、うん、表面的なことしか、はい、うん、でもカード使って褒めると言葉が結構なんていうのかな、例えば喜びとか出て、これでこう褒めようと思ったときに、例えばあなたがいるだけで、なんか今日すごくほっとして、安心できましたって、あなたはそういう方ですって、私はだからすごく喜びを感じましたとか、なんかこう見た目がどうとか職業がどうですごいですねとかじゃなくて、あなたの存在がみたいな褒め方にどうしてもこういうキーワードだとなるんですよ。それがすごくいいみたいで、この褒めるのをカード使ってると、なんか泣く人出てくるんですよ。そんな風に思ってくれてたんやみたいなのとか知ってる人だから、で、初めての人とかやってもそんなこと言われたことないとか言う。その涙って、なんて言うんだろう。多分本人もそうやし、あれやけど、欲しかった言葉ってあるんやろなって、なんか、誰にも言われてなくて、自分ではそこがあかんと思って責めてたりとか、自分の中であるか人には分かれへんけど、でもその、褒める、中を褒めるっていうことをしたときに、あ、なんかこう、やっと気づいてくれたじゃないけど、そういう風に見てくれる人もおるんやって思うだけで、パーって多分何かこう、大きく言えるもんやろなっていうのをすごく見てて感じて、それがそこ涙になって、ぴゃーっとこう、ずるずるずるってこう、で、そこ、その場で、やってるんやろなっていうのをすごく何人も見てて、で、すごい、カードってすごいなって思って、なんか、褒めるって、ほんまに、なんか難しいんですよね。うん、普通に何を褒めるって。明るそうで、なんか、片言になるっていうか。肯定するって必要だって分かっちゃいるけど、実際に、ね、じゃあ、実際のその実践で、どういう言葉をしてたらいいのかとか、やっぱりなかなか出てこないんですね、ツールとしてね。うん。気持ちはあるんだけど、ね。なんです。具体的なそういうのがあるとね、言いやすくなってくるんだよね、やっぱりね。うん、で結構、その、褒めることもしてないから、うん、してないし、されてないから、出てこないんですけど、カードこう、じがれると、どうにかそれで褒めようって、こう、することで、こんな言葉自分から出てきたって自分でもびっくりすることがあったり、うん、やる側もそうなん、って思うし、で、しかも初対面でその相手のことなんて、何にも知らないわけですよ。その知らない人褒めるって難しいじゃないですか。どんな人かわからんから。でもできるんですよね、なんか。やっぱ、うん、だから人って結構知らん情報ないと思ってても、何かをきっと感じてるんやろなって、その、会った瞬間に、その人の雰囲気だったり、きっとこうだろう、みたいなのを、イメージっていうか、全然、何も自己紹介とか、どういう人かもわからんのに、なんか感じてるかして、全然初対面の人でもみんな褒め合って、このワークしたら、全然できてて、私できませんって言うと、ないんですよ。ある意味チャネリングなんじゃないですか。多分そうだと思いますね。面白いな、うん、なっちゃんさんですね、人手不足ですが、スタッフ同士のコミュニケーションがうまく取れない人が増えてるような気もします。うん、それから同じなっちゃんですね、何気に選んだつもりでもこのカードですね、不思議と必要なカードが出てきてびっくりしましたと。はい、それからケイちゃんさん、とても納得できました。そうですよね、見方を変えるだけですよねっていうですね、うん、そう。だからやっぱりコミュニケーションって一番大事だなと思ってて。ねえ、だから、今回のスクールもやっぱり一番ベースになるところをコミュニケーションに置いたんですよね。
結局人と人との付き合いの中でそのね感情のが生まれて、それですれ違っちゃったりとか、ねちょっとしたすれ違いでせっかくのいい出会いがダメになってしまったりっていう。で私も今までも経験してきたので、本当に私が伝わることと伝わってることって違うんですよね。全然そういった意味で話したわけじゃないんだけど、やっぱり、まあ、その時の人の感情によって、それこそポジティブに取るのか、ネガティブに取るのか、同じ言葉であっても。だそれは本当に難しいなって思うことすごくあるんですけど。そこは本当ありますよね。すいません、カズさんですね、祖母を病院で看取ったとき、医者の冷たい対応は残念でしたと、病院の事情で、自宅か施設かで最後を迎えてほしかったようですが、こんな人が医者として、まあ、ちょっと、ね、重要なポストにいるのかとっていう、ね、医者の世界も会社の世界も同様なんでしょうかね、涙が、うん、そうなんですよね。だから今回それこそ命輝く医療とはということでシンポジウムを大阪で7月の30日に行うんですけども、はいはいはい、在宅の看取りのドキュメンタリー映画生きた日を上映して、うんうん、で、まあ、監督である長谷川監督、それから映画の中に登場される看取り師の柴田さんお呼びして対談の方をしていただく、うんうん、みんなで、まあ、私も七海さんも入ってパネルディスカッションの方もしていくんですけども、あと英子さんもね来ていただけるということ、本当にこれからの時代ね、2025年問題ということで、本当に多社会になっていく中で、もう病院側もどんどん在宅に返そうとしてるし、で、こんなに素晴らしい看取りができるっていうのは、やっぱりたくさんの人たちに見てもらいたいしね、本当に死は忌み嫌うものではないっていうことが、病院側の中からたくさんメッセージもらえると思うんですよね。で私ほら北先生ともすごくこの前もナース甲子園で、はいはいはい、北先生出てくれたんですけどね、うんうん、だからお医者さんの気持ちっていうのもちょっとまあ北先生とちょっと変わってるかもしれないんですけど、聞いた時にやっぱり先生も別にこう冷たいとかそんなんじゃなくてよくしたいし関わっていきたいけど、うんうん、先生っていうのは次々こう、まあ、例えばすごい患者さんいっぱい来てるので、はかさなかったじゃないですか、その3時間で。だからあんまり見れないんですって、人間っていうかそのバックグラウンド。なるべく見たいし、全人的に先生も見たいと思ってるけど、どうしてもどこか痛いとか、こう臓器だけ見たりとか病気だけ見たりってなるじゃないですか、うん、その短時間の中でやっていこうと。優先順位的にはね、まずそこの現象を取り除くっていうことにまず焦点ね、合わせないと。そうです。で、看護師職って言ったけど、お医者さんの方が、逆に1対何十人って見てるわけじゃん。そうですよね。私たちは交代でね、回ってるけど、先生って交代要員がいないから。うん、ね、私も現役の時も夜中でもコールしてやっぱり自宅まで電話してたもんね。そうだから先生も思いがあっても結局できないっていうところがあって、そこをじゃあできるのがやっぱり看護師なんだなっていうのをすごく思って、だから先生も言ってたんですけど、やっぱ看護師さんがそういうのもっと医者に投げかけたら投げかけるような強さっていうか、そういうのをやっぱりもで、自立してほしいっていうのをすごく言ってたんですよ。だから、その家族の情報だったり、こういうふうに患者さんは考えているとか、こういうとこ不安に思ってるとか、やっぱ本来そういうのを代弁したりとか、そういうのも役割の一つなのだけど、それがちょっとなかなか現実できてなかったりするし、さっきそのお家に帰る帰らないっていう時も、やっぱりお医者さんは責任がすごく私たちの多分、もっともっと責任が重いと思うし、命に関してね、担当医ってなると、私らは奥で関わってるけど、先生はもうその人の担当医なので、なのでどうしても、その、お家に返すことで、命がこう、絶たれるっていうか、可能性あるじゃないですか。そうすると、やっぱきつめに、帰ったら死ぬよとか、そういう言い方してしまうところがあって、家族としてはやっぱすごく辛い、そんな言い方されたし、分かってくれてないっていうのもありますけど、やっぱり
あの、どっか医療って、医療やから、医療現場やから、命を助ける場所じゃないですか。うん、救急車で運ばれたら、人が本当は すんなり死にたいと思ってようが、助けるじゃないですか。場所がそういう場所やから、病院がね。うん、それと病院来るなっていう話に先生からしたら多分なるんかなって思うとこもあるんですけど、そういう時にやっぱり、人として見れてたら、家族単位とかで見れてたら、本当に、その人たちにとって一番いいベストな方法って何やろうと思った時は、命が一日二日長らえることじゃなくて、その短時間何時間であっても、その家族とのその数時間を大事にすることを、やっぱり優先させようっていう考えもあるけど、やっぱり先生一人でその責任を負う立場で今の状態だったらきっとあるので、いくらチーム医療って言ってもね、やっぱ最終先生の責任って割合多いんちゃうかな。なんかその辺、かわいそうっていうか、あんまり先生攻めて敵みたいにしても、なんて、なんかちょっと辛いとこあるっていうのはすごく感じますよね。まあ、役割なんだろうね、やっぱりそれぞれ、ね、先生には先生の役割があるし、まあその後をフォローするのが看護師の、ね、役割だったり。うん、みんながこうフォローし合ってやっていったらいいけど、こうはなりたくないなっていうのは患者側と医療側には分かれたくないなっていうのは思ってます。うん、都合のいいように言いくるめたり、うん、分からへんからって、そういうことはしたくないと思うけど、現実あるんですよ。言ったらあれかな。現実やっぱり、弱い立場にどうしてもなってしまうから、知らないと言われたらそういうもんだと思うんじゃないですか。その辺も、だから、どうにかしたいっていうか、なんか、いくらインフォームドって言って説明して患者さん選ばすって言ってても、その提供してる、選ぶものが、もうこっちに誘導するような、なんちゅうかな、選ぶものしか提供しないっていうか、できないというか、なんちゅうか。だから、その、私たちがこれからスクールしようってしてる、ホリスティックのスクールっていうのは、なるべくこう、いいなって言われてるものの種類を多く紹介して、で、その中で、その人がこう、選ぶときに、ちょっとコーディネーターじゃないけど、お手伝いできるような、こういうのあなたに合ってるんじゃないですか、みたいなんで、ちょっと、でも決めるのはあなたですっていうので、やっぱりいくら、いいって言われてるものも、その人にとっていいか悪いかって、本当にわからないんで、でもこう偏るっていうのはしたくないから、そういういろんなセラピーだったりいろんな治療法とか最新のものもきっといろいろありますし、うん、そういうのもやっぱりちゃんとこう提供というか説明ある程度、まあ、浅くていいと思うんですよ。コーディネーターなので深いとこは専門の人に任せて、うんうん、そういうなんか入り口になれるような組織っていうか、まあ、スクールっていうか、そう、ね、そういうのできたらいいなっていうので、そういうスクールもね、ルミさん考えて、素晴らしい、ちゃんと意図が通じてくれてて嬉しいそうなん、選択の幅を広げていくっていうところでね、やっぱり知らなければ選択できないのでね、で私たちも知らないと提供できないしね、うん、だそういうある意味コーディネーターになっていけたらな。で5月には一応、本番のアメリカのホリスティックナーシング協会の、シンポジウムに、はい、ななみさんと一緒に、行ってくる予定でいます。うん。やっぱり、アメリカでもやっぱり最初大変だったみたいなんですけども、うん、その歴史とか、実際にどういうふうにプログラムを選定されてきたのかとか、で現場を見てきて、まあ、本当にこれからの日本で提供していく、一つの、勉強になっていくかなっていうふうに思ってるんですね。うん。ね、うん、それもまた楽しみですね。うん、現場の声をまた、黒船を作ります。まあね、さっきも介護のっていう話が出ましたけどね、ちょうどこの前、先々週でしたっけ、ね、火曜日に、偶然中さんと浅草で出会って。そうね、本当にシンクロなんでしょうね、やっぱり。ばったり。
でも前もでも何かの時にばったり。ねえ、引き寄せの法則ってすごいですよね。すごい綺麗な満月の、そうですね、ね、夜ですね。私も海外で友達に会ったことあってびっくりしました。お土産物を買ってたらって、もう本当にだから携帯電話いらないんじゃないかって、なんか会いたいと思う人に会えるようになってきてるよね、だんだん。ちょうどなんで浅草かっていうと、あの荻窪監督が、まあ自主制作の、まあ、今度の作品みたいなところで、あの光の国のお話の次の作品にってことで、あの撮影があって、それが、介護講談っていう、で、あの講談ってね、あるじゃないですか、ペンペンペンっていう、はい、僕もね、初めてね、その時に講談って聞いたんですけれども、うん、で、そのある講談師の方が、もう60歳の女性の方なんですけれども、その方が、その、ご自身のお母さん、それから義理のお母さん、義理のお父さんと、3人の方の介護を行って、で、最後に行ったその義理のお父さんの介護についての、お話が中心の講談だったんですけどね。すごい。中さん。すごい面白かったですよね。はい、涙に笑いありの、本当に。うんうん、あの、結局もやっぱり介護疲れで、あの、ご家族が最後は少し虐待っぽくね、なってきたときに、もうそれこそ気持ちが、もう精神的にもおかしく、自分でもなってたのかしらってその時は言ってるけど、パッと手元にあった白い布を急に被りたくなって、で、被って、なんか、おじいちゃんの元に行ったらしいんですよね。一番最初。そしたらその時のおじいちゃんの反応が面白くて、そこから面白い介護が始まったんですよね。本当にね、大変な辛い、その、暗闇の、それこそ陰を極めれば良いになるっていう、うん。本当そうですね。うん。で、同じ現場でもやっぱり、ね、辛く過ごすのか、楽しく過ごすのか、その人次第っていうかね。うん、でも本当にさすがにああいう世界がちゃんと映像に残ってるっていうのがすごいなと思って、ね、え、ああいうあの介護が笑いになる、まあ、本当にこれから明るい介護の世界が広がってっていいなと思いますよね、うん、ね、本当にね、やることはもう大変なことが多くなんですけど、そこをどうどの角度が角度から見ていくかと思って、介護をしてる側が癒されちゃうこともあるんだ、うんうん、本当にそうなんですよね、うん、そう、癒すことで癒される、まあ、そこであの依存しちゃってするのは良くないんですよ。本当は自分を満たすためにだんだんそういうふうになっていく可能性もあるので、まあ、そこは一つのそれこそあの自分の軸をやっぱり整っていくってことも必要なのかなと思うんですけども、本当にでもそれは実際に起きますよね。うん、うん、ね、自分なんかは本当に、介護っていうことは全然経験がないんだけど、皆さんの話を聞くとやっぱ大変なんだろうなっていう、そういう気持ちだったんですけども、それだけじゃないよっていうだけでも、うん、あの映画を見るっていうのは非常に価値があるんじゃないかなっていう。そうだったな、だから結局マザーテレサもね、あのやっぱり倒れているその病院の人の中にイエスを見出したわけじゃないですか、うん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 、その中に神を見るっていうかね。そうですね。あれは本当にね、あの5月ぐらいにまたね、完成の上映会開かれるとは思うんですけどね、うん、多くの方にまたご覧いただいて、ぜひね、あのスピテレビでも、あのまた監督はじめ、あの出演された、角栄さん、田辺角栄さんでしたっけ、うん、出ていただければ、そうですね。はい。あと、今、講談の話が出たので、ちょっと宣伝したいんですけど、前からちょっと言わせてもらってる、あの、命は命っていうミュージカルなんですけど、実はこれに講談の、この方なんですけど、あ、南州さんっていう講談の、講談される方が
あの、実際ミュージカルに出てて、あの、役がそのまんまなんです。ナンシューさんっていう講談師の役で、そのまんまこのミュージカルに出るんですよ。で、何度か言わせてもらってますと、このミュージカルは、あの、辛いと思ってたはずの病気が楽しくなる。うん、夢と希望の遊ぶ病って書いて、有病エンターテインメントって書いてますね。で、前立腺がん患者である作家による実体験をもとにしたミュージカル作品で、癌が全身に転移し、歩行不可能と医者から宣告されるが、たった半年で奇跡の回復劇を見せる。病気と戦う闘病ではなく、病気と仲良くなる有病生活を現在進行形で病気と向き合う作家が書いた、見る人すべてに生きる力を与える物語っていうので、これに私も出るんです。そうなの？はい、ここに、ね、すごい写真が。毎週レッスン行ってます。何役なんですか？あのね、主人公の妹役です。そうなんだ。はい。まだ覚えてないです、セリフ。いつなんですか？5月21日の土曜日で2回公演で、1回目が12時半会場で、2回目が4時半なんですけど、あの、実はこれフェスティバルも開催されてまして、ミュージカル公演までの時間とか間とかに、ブースとかライブステージもしてまして、で、ブースもやっぱり健康とか、そういった、まあ、楽しむようなんだったり、その、ステージも、私が習ってるフラメンコのチームが出たりとか、はい、いろんな方が、歌とか、コールとか。だから、すごく、そう、楽しめる、イベントがあって、で、そういったものが。シンポジウムと同じ会場じゃない？波切りホール。そうですよ。波切りです。そこに出たブースの人、シンポジウムにも来てくれないかな、とか。本当ですね。なんか頼んどきます。なんか、ここの、去年メールがあって、チラシ、イベントの7月の、置いていいって言ってくれてるんで、協力してくれてるみたい。やっぱり、テーマが繋がってるって言ってくださって、向こうから言ってくれたんですよ。なんか、Facebook で見てくれて、ここの人がね。ね、あのチラシ、してくれるって言ってくれてるんで、嬉しい。ありがたいです。チラシの、七海さん、協賛もよろしくね、とか。え？チラシの協賛が入ってくれないとチラシができないかも。ああ、そっかそっか。そう。はい。お願いしないとね。チャットの方ですね。ありがとうございますね。またね、中さん、奈良美さんにね、お聞きしたいことがあったらね、チャットの方に書いていただければと思います。カズさん、ありがとうございます。パプさんですね。今、この瞬間がベストということでしょうか。っていうね。その前にね、マコリンさんが、結構病院の駐車場でね、いろんな車があってっていうね、話題を振ってましたけどね。なんか、矢沢のステッカー貼ってある車があってみたいなね。まあ、看護師さんもいろいろあるかなっていうね。モカさん、こんばんは。エプロンを裏表逆のまま料理をし、夕食今食べ終わってそれに気づきましたと。ネタが増えたと思います。はいはいはい。自分も高校生の時なんですけど、すごく怠け者なんで、冬寒いからもうワイシャツ、来て、寝たですよ。で、起きて、また、学校行ったんですけども、体育でね、ワイシャツ脱いだら、その人にもワイシャツがあって、起きた時またワイシャツ着ちゃったみたいなね、そういうことがあってね。私もネタにしてる話があるんですけど。はいはい。なんか、七海さんちょっとボケてない？そんなものか。はいはい。あ、直った直った。中学校の時にね、学校行ってね、ほんだら、お腹周りにパジャマあった時あります。素晴らしい。脱いで、ね、おろ、なんか下に多分ずって、
やったの忘れてて、そのまま制服着て学校行って、そしたらお腹周りにパジャマがあって、うわーって思って、こっそり脱いだことあります。周りはね、あまりにもかわいそうで言わなかったとか、そういう感じですかね。いやー、気づかれてなかったと思ってますけど、まあそう思う方がね、あの人生いいですから、はい、びっくりしました。気づかなかったですね。でもね、中さんそういうことがあってもね、ずっと気づかないまま知らない、あったのに知らなかったのかな、今まで実は、ね、そういう感じもあるかもしれないですよね。まあ、知らぬがほどけってこともあるし、別に知らなくてもいいことってありますからね。はい、モカさん、保育士や 幼稚園教諭の、給料の低さや、それに対する過酷な労働条件や責任の重さも改善してほしいと思います。モンタンさん、モカさん、賛成です。本当そうですよね。そこら辺って、誰がね、さっきの話じゃないですけど、誰が悪いとか、そういうとこじゃなくてね、本当に、なんだろう、どこも実は同じようなね、状況にあるので、うん、なんだろう、基本、根本的なところっていうのをね、本当に、それぞれ見直していってって、言葉で言うのは簡単なんだけれども、本当どうしていこうかっていうのがね、非常に、で、これ以上ね、これが続いてさらに、加速度がつくとちょっとっていうところなので、本当に今、いろんな意味でね、オープンに話し合って、できるところをね、改善していくことってすごく大事なんじゃないかなっていうふうに、思いますね。はい。マコリンさん、さっきの書き込みは駐車場ですね。北方領土返還とか靖国神社のステッカーも貼ってたから、まあいろんな人がいるという話ですね。カズさん、皆様の活動を応援しております。私たちは人にとって一番大切な死というものをタブー視し、その時を迎える方を遠ざけようとしているように感じます。私自身ももっと死というものを意識して、生きていかなきゃならないなと感じています。死を見せてくれた祖母に感謝しております。はいはいはい。はい。そうですね。ありがとうございます。うんうんうん、ねえ、さっきのチラシの協賛の話もちょっとさせてもらったんだけど、ね、スピーチャー TV も寄付で頑張っていらっしゃるんですけど、私たちも本当にボランティアでみんな頑張ってるので、ブースとかのチラシの協賛ね、募集してますので、もしご協力いただける方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。はい、どうぞ、お願いします。はい、そうですね。はい、まあ、ね、モカさんがね、マコニさん、ね、A ちゃんステッカーとかね、それにいろいろと、反応されてますね。まあ、本当にいろんな方がいらっしゃいますね。はい、はい、はい。でもね、まあ、さっきちらっとね、お話しされてたんですけど、ね、ナナミさんも霊気をやる。はい。そうなのか。はい、はい。はい、現代ケアですよ。はい。教えてます。教えたりとか。はい。そうなんだ。はい、はい。はい。訪問看護ですごい役立ってますよ。役立ってました。そうなの。だからやっぱり霊気入れようよ、講座に。どうしたんですか、中さん。はい、はい。はい。本当に、いろんなところで結局使ってるよね。うちの方の産婦人科とかで、おっぱいマッサージ、うんうんうん、なんかもう、霊気やると全然違うって言ってたの、うんうん、外来で。そうですね。やっぱね、妊婦さんのお腹に手当てたりとかってすごく、あれなんか、ななみさんが宇宙人になってきてる。ななみさん、ななみさん。あ、ナナミさん、一旦、あれですね、映像の方も止まってますんで、そうなんですか？はいはいはい。映像止まっちゃってるんで、一旦映像のやつをオフにして、はい。はい。で、またオンにしてみてください。はい。どうですか？今ね、ぐるぐるですね。はいはい。そうなんだ。こっちでは見れてるのに。はい、音声の方もちょっと、プチプチになってる感じですね。はいはい。またね、変わってくるかもしれないんで。はいはいはい。はい、そうですね。
もし変わらないようだったら一旦スカイプをオフにしちゃってまた入ってくると変わるかもしれないですね。はいはいはい。じゃあちょっとその間なっちゃんさんのね、チャットの方も、読まさせていただきますね。死を迎えた時に悲しいと泣いて引きずるより生きていたことに対してみんなで話せる世界になればと思います。そうですね。先ほどのね、カズさんの話もそうですけれども、でもここ数年で中さん、その死っていうものを、もう少し、なんだろう、大切な時として見ていこうよっていう、そういう傾向は出てますかね。そうですよね。まあ、それこそスピリチュアルブームが影響したのかどうかわからないんですけども、うん、私たちはやっぱり、ね、永遠であるっていうような、スピリチュアル的な視点を持つ先生たちも出てきましたし、まあ、東大の、矢作先生なんかもそうじゃないですか。もう本当に死後の世界をね、NHK で放送されてくれるような、先生たちも出てきて、長堀先生なんかもね、見えない世界は医療を変えるっていうようなご本も出してくれたりとかして、だんだん医療の現場がやっぱり変わってきてる。だからもう本当にさっき奈々美さんが言ったように英明だけが医療なんではないっていうところで、うん、その最後の看取りっていうところの視点、うんうん、まあスピリチュアルケアっていうのもようやく日本でだんだん言葉にはなってきたけども実際にできる人たちってまだまだいないじゃないですか、うんうん、でそういうところでやっぱり今回のその看取り師のね柴田さんの役割であるとか、うんまあ、私たちもまあそういうことができる看護さんたちの育成っていうことに力を入れてるわけなんですけども本当にその人に寄り添って安心して送り出せる世の中になれるといいなって。で私もやっぱり自分自身もその死と向き合ってずっとね看護師として向き合ってきてで最初はやっぱりどうやってね対応してやったらいいのか声かけたらいいのかっていうのがなかなか若い時っていうのは分からなかったんですけども自分の中にその一人一人のやっぱり一宗教じゃないですけどまあ、自分の持ってるその人生観であるかとか宗教観っていうかね、スピリチュアリティっていうものが高まってくると、やっぱりその死をしっかりと向き合えるものになってきて、でそうすると自分軸がやっぱり立つと思うんですよね。うん。でそうすると、その、やっぱり雰囲気とか、その人のエネルギーっていうのはやっぱりその場で伝わるので、患者さんのところに行っても、患者さん自身も結局自分の軸が立ってると、相手も安心して軸が立つわけです。うん、中さんが来ると安心するっていうふうに、うん、言ってくださるのは一番私も嬉しいんですけども、それの中でやっぱりその安心感が、やっぱりその安心して旅立つ一つの、手法になるんだなっていうふうには思うんですね。で、本当にこのヒーリングとかやってると、それこそシンクロが起きやすくなるわけじゃないですか。で、そうすると、その亡くなるタイミングっていうかね、うん、そういうのも本当に、ちゃんとなるようになってるんだなっていうのが、わかるんですよね。もう、今までも何度かね、立ち会いさせてもらってるんですけど、もう本当にターミナルってわかってるのかなっていうご家族がいて、もうギリギリまで、ご夫婦で働いてて、でもちゃんと土日を選んで亡くなってくれるとか、本当にそういうシンクロが起きてくるんですよね。うん、あとは、やっぱりお迎えが来るっていうかね、エネルギーの、波動が上がると、なんか部屋全体が白っぽく見えたりしませんか。なるほどね、うん、そういう現象がやっぱり起きるんですよね、ヒーリングしてる最中に。でそうすると私最初お迎えが来てるのかなと思ってたんですけど、うん、でもやっぱり波動が上がってきてるんですよね。だからチャクラ的にもエネルギー的にも第7層がすごくしっかりしてきて、ボリュームが熱くなってくると多分そろそろ近いかなって思ったり、しますね。はい、ありがとうございますね。なんかね、言い方が変かもしれないですけどね、ある意味その、さなぎが蝶になるところと、なんか似てるのかもしれないですよね。ああ、やっぱり旅立ちは次の、あれ、ステージなんですかね。ね。この世の卒業であるけどもね。そこね、本の方ちょっと僕拝見してないんで、あれですけどね、矢作先生の人は死なない。っていうね、ところとか、あとは、死後
もね、あのお空の上の記憶を持ってる人がだんだん増えてきてると、うん、なんかあのこの人生だけじゃないスパンで、うん、なんか見れるのかもしれないなっていう、うん、そういうところがね、結局向こうの心理的な世界から見ると真逆だったりするわけですよね、うんうん、こちらの方があの実はそれは喜びであったりっていう考え方になってくるので、うんうん、はいはい、そういう視点になってくると本当に、ね、全てがあの本当に学びと経験とありが感謝になってくるなって、ね、思いますけどね、うん、辛い時ってなかなかそこまで思えないけど、ねね、やっぱり後から振り返るとあでもそれが、ね、自分の糧になってきたなっていうのはね、うん、あの分かるんですけどね、なのみさんやっぱぐるぐるがねまだ続いてて、そうなんですか、つながって大丈夫だった、うん、もうじゃあ、冷気流しをして、もうそろそろ時間までですから。本当ですね。もう時間ですね。じゃあ、中さん、誘導します？あ、やりましょうか。はい。じゃあ、あの、せっかくなので、あの、ぜひ、あの、皆さんも、あの、参加していただいて、あの、冷気を習ったことない方も、あの、誰でも、あの、エネルギーは、あの、うん、誰にでもあることなので大丈夫ですよ。やっぱりアチューメントを受けるとね、まあ、チャクラとか、その回線の回路がちょっと太くなるので、通りやすくなるかなと思うんですけども、大丈夫なので皆さん、一緒にやりましょう。はい。もし座ってる方は、足を、しっかり床につけていただいて、姿勢をちょっと整えていただいて、で手のひらをじゃあ上にして、ゆっくりとした呼吸をしてみましょう。鼻から吸って、鼻から吐いて、全身の力抜いていきます。目の奥の力、顎の力、肩の力も全部抜いて、息を吐くたびに全身の力がリラックスしていきます。心の中にあるわだかまり、心配事や不安事、過去への執着、未来への不安も吐く息とともに全部吐き出していきましょう。今ここに意識を集中していきます。では自分の体がまるで大きな木になったように、自分の足が木の根っこになって、地球の奥深くまでぐん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 伸びていくイメージをしていきます。頭の上にはさんさんと降り注ぐ太陽のような明るい美しい光をイメージしてみましょう。自分の体がどんどんと輝いて光になっていくイメージをしていきます。そしてその光がナナミさん、ブチさん、ここに参加している人たちがどんどんつながって一つの大きな光になっていきます。私たちは本来一つであった光に戻っていきます。そしてその光がこの日本からアジア、世界、地球全体に広がっていくイメージをしていきましょう。今、病気で苦しんでいる人、悩んでいる人、心に
思い、悲しみを抱いている人に、この光を届くように、イメージしていきます。今まであった悲しみ、苦しみがどん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 癒されていきます。辛かったこと、悲しかったこともすべて自分の成長のためと思い、手放していきましょう。では、光の世界から自分の体に戻っていきます。ゆっくりとした呼吸を整えて、自分の体を感じていきましょう。十分満たされたなと思ったら、ゆっくりと目を開けて、自分の体を感じてください。はい、ありがとうございます。皆さん、今のね、いかがだったでしょう。何かね、感想とかね、ありましたらチャットの方に書いていただければと思います。それでチャットの方もね、本当いろいろお書きいただきましてありがとうございます。モカさんね、今日はね、いろいろ突っ込んでくれたっていうね、突っ込まなくてはっていうね、ことで書き込みありがとうございます。あ、ナナミさんも、お帰りなさいです。あ、戻りました。はい、ちょっとね、あ、また切れちゃったかな。そうなんですか、はい、なっちゃんさん、死を迎えた時に悲しいと泣いて引きずるより生きていたこと、生きていたことに対してみんなで話せる世界になればと思います。あ、カズさん、テディさんにですね、あれですね、感謝。サナさん、スピリチュアルケアいいですね。なっちゃんさん、死を迎える前に家族さんの死とはどういうものなのかということを伝えていける人が増えたら、そうですね。それは本当にね、さっき、お話しされてた生きたいっていう映画だったりもしますよね。うん、はい。マコミさん、お二人のようなスピリチュアルなことに理解のある看護師さんってまだ少ないですよ。母や父のことで病院には結構行っていたけど、身近で出会ったことないですもん。ところがね、面白いことで、例えば僕も歴をお伝えしたりしてるんですけど、学校の先生で習いに来たり してる方もいらっしゃったんですよ。だから、案外、言わないけど、ね、口には出さないけどっていうね、そういう方ってね、学校にしても病院にしてもね、多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。カズさん、亡くなる少し前の祖母の写真にたくさんオーブが写っていました。お迎えが来ていたのかもしれません。はいはい。だからね、そこら辺、その、亡くなる前後って、この間の介護講談でもね、その亡くなる前にエンマ様のとこちょっと行ってきたんだとかね、そういう話をね、その、講談師のおじい様がお話しされてる、っていうのをね、お話しされてましたけど、結構ね、あっち行ったりこっち行ったりっていう感じかもしれないですよね。なっちゃんさん、後半後ろに、今のですね、後半後ろに引っ張られて、脊髄のあたりが痛くぐるぐる回り出しました。胸が苦しくなりました。目を開けると、ここで止まってますね。目を開けると、どうなったんでしょう。自動修正、ね、してくれるので、うん、多分ハートチャクラが詰まってたんじゃないかなと思いますね。うん、そうですね。うん、
胸にちょっと手を当ててあげて、しばらくすると。あとお水をよく飲んでみてください。うん、後半ですね、目を開けると不思議なくらい軽くなりました。ああ、よかった。取れたんですね、隣。そうですね。結構ね、僕はじわっと熱くなってきましたね。はいはいはい。ね、今日はね、本当にね、じっくりと、ね、中さん、ななみんさんにお話を伺って、ななみんさんはね、4週の時よりね、喋られてましたよね。結構ね、ななみんさん、MC をね、するようになってきたんで、またね、上手になられたなぁ、うん。ただね、なかなか自分の話もできなかったりするのかもしれないので、うん、今日は、ななみんさん語ってると思って。うん、育ててもらってます。サナさん、ヒーリングありがとうございました。明るい光を感じました。はい。中さん、あと何かお知らせですとか、ありますか？はい。さっきも、スクールの話もね、うん、させていただいたんですけど、いよいよ4月から、始まります。うん、開講してもいろんなメニューがね、目白押しで、はい、さっき、ななみさんも、言いましたけども、本当にいろんな講座があるんですよ。うん、本当に一部なんですけども、まあ、アイルベーダーとか、あとは、アロマなんかも、チャクラを、ケアするアロマなので、普通の今までのアロマとはまた違いますね。うん、あとは、気候なんかも、入ってますし、大阪の方の、医療における色彩心理の活用法なんかもすごく面白いなと思って、本当はななみさんにこの話もちょっと聞きたいなと思った。本当に、いろんな講座が、あります。うん。開花セミナーなんかもすごいこれおすすめで、言葉が、なんか、素粒子を動かすという、引き寄せの法則のことですね。まあ、できるというだけでパワーが全然違うということで、言葉とか意識とか祈りとか、やっぱりそのオーリングのね、チェックと、皆さん、筋肉反射とか知ってると思うんですけども、まあ、そういうものを実際にやってみて、本当にどれだけ言葉のエネルギーって、体に影響してるのかっていうのを体感してもらったり、あとは、まあ、意識を高めて器を拡大する自己肯定感の向上ということで、もうやっぱりさっきのななみさんのね、リバースカードもそうなんですけども、まあ、イラッとちょっと来たときに、それは愚痴の対象ではなくて、自分の器を拡大させるチャンスなんだっていうふうに、やっぱり先生も言ってるんですね。で、ご自分の存在を、私よくやってるよね、といたわる。すべてはそこの発信から、自分の人生が、家族が、周りがどんどん変化していきます。やっぱりすべてはエネルギーなんだっていう話ですね。それから、誠意でおかげでっていうことで、トラウマを消化しましょうっていうことで、うん、まあ、小学校の時に、お父さんのせいで学校に行けなかったせいでとか、失恋したせいでとか、なんとかのせいでって、それをずっと引きずって、前に踏み出す勇気をなくしてしまっています。だけども、世界中で輝いて活躍してる人には、話を聞いてみると、まあ、本当に癌で余命宣告を受けたとか、息子に先立たれたとか、実業に失敗しましたとか、ものすごい過去を持っている方が、やっぱりそのせいでおかげでに消化した時に、次のステージに行けるんだなっていうのが、まあ、そういうのを、お話の中で、自分の本当の生きる芯を太くしていくためのワークとか、うん、あとはだんだん最後の方になってくると、そのミッション、使命から天命へ、私たちが、まあ、消化していく、その打ち立てるところまで行ってくれるっていうような、これ本当にすごい、おすすめの、なってるので、もしよかったら、来ていただけるといいなって思ってます。はい。あと5月にはもう、稲葉先生と、合宿、山梨で、はいはい、石立てワークっていうのをやるんですよ。石を立てていくんですけど、石を立てられるようになると人生が変わるって聞いてます。人生が変わるワークですね。やっぱり自分の軸がそこにやっぱり現れるんでしょうね。はい。稲葉先生、すごく楽しみにされてますね。ぜひぜひ。はい。なるみさん、なんかね、あ、今ぐるぐるですけど、さっき大丈夫だったんですよ。はい、ああ、なんでしょうね。ぐるとぐるぐるになってる。なるみさんは何かありますか？はい。その、ハピネス心理学の、はい、さっきのリバースカードの先生のやつが、ホリスティックスクールの方でも、今月から開始になって、うん、
で、それが最初の日が4月の21日から開始になりますので、よかったら参加していただけたら嬉しいのと、先ほどのリバースカードの講座が、その1日でその使えるようになるので、で、カードとそのリバースマップっていうのと解説本と、3つ、セットでついてて、それを学ぶと、もうご自身にもできますし、ご家族とか周りの方にも、できるようになるので、興味ある方はぜひ、はい。千葉の方の、ルミナスです。はい。4月、はい、ですね。2月24日。午前10時から12時は、霊気、交流会ですね。お昼挟んで1時から、3時までは、ななみさんのリバースカードの講座ですね。やります。はい、ありがとうございました。ということでね、また、来月も中さんとよろしくお願いしますね。今日もね、すごく楽しい、ね。今日も、ね、ママトークありがとうございました。ありがとうございますね。ななみさん、またね、来週、再来週ですね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、本日のゲストは中瑠美さん、田中奈々美さん、国際ヒーリング看護協会のお二人に、ね、はい、出演していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。はい、ありがとうございます。はい、チャットの方もね、いろいろありがとうございます。今日の、あれ？大丈夫ですね。はい、今日のさっきのね、歴の瞑想の感想をね、いろいろ書いていただいてます。サナさん、ヒーリングありがとうございました。明るい光を感じました。なっちゃん、ありがとうございました。ね、モカさん、ありがとうございました。すごくイメージしやすかったです。自分も、他のたくさんの人たちも癒されたと思います。ちかこさん、手がポカポカしています。うん、そうですね。面白いんですけどね、こう離れてても、一緒にいるっていうイメージをするだけで、どっかつながってる感じがします。で、実際つながってたりするんですよね。そうすると、また、なんだろう、体がポカポカしたりとか、その不調な部分っていうのが、気づかなかったのが気づいてきたりとかね、面白いことが、ね、いろいろと起きる。もちろん起きなくてもいいんですけどね、うん、起きる場合もあります。ね、君はどうだった？うん、良かったそうです。はいはいはい、はい、ね、獅子丸くん、ちょっと登場。心の扉を開くので、ね、今日のページをちょっと読まさせていただきます。4月11日ですね。幼子のように生きなさい。あなたは今この世に身を置いていますが、この世に従属しているわけではありません。この世のしきたりや生き方に意識を引きずり下ろされる必要はないのです。この世の生活は大いに楽しみなさい。しかし、この世のしきたりを身につけようとしたり、因習的な考え方に支配されたりしてはいけません。新しい時代では我が身の罪深さを嘆き悲しんだり、私は哀れな罪人です、神様から愛する我が子と呼ばれる資格はありませんなどと触れ回る必要はないのです。それはすべて古い時代の異物ですね、古い時代の異物で、真実性のない間違った教義です。競技ってのは面白いもんで、その時その時で変わっちゃったりすることもあるんですよ。ね。それは、まあ、どんな世界でもね、科学だとか、医学でもそうでしょうし、ね。いろんなところもそうなんですよね。学校なんかもそうですよね。それまではなんか、ね、学校の校門をね、閉めてたのが、開けなくちゃいけない。ね、オープンですよっていうのをね、見せなくちゃいけない時代と
とかあったんですよね。まあ実際オープンなんですけどね。ところがまた何かあると、危ないから閉めなくちゃいけない。ね。だから開けたり閉めたりね。まあその時の、まあ競技って言ったらね、大げさですけれどもね。なんかそういうところってあったりしますよね。私とあなたは一体であるということ。そして私はあなたの中。ね、あなたのうちにいるのだということを受け入れなさい。ね、これは違う言葉で言うとね、自分の中のその神聖、ね、神聖ですよね、これを感じる、もしくは自分の魂の輝きをね、実感するっていうところかな。私はあなたのうちにいるのだということを受け入れなさい。あなたがこのような誤った教義の闇から輝かしい光の中へ救い上げられたことに気づきなさい。古いものはすべて置き去りにし、自然に息絶えさせなさい。全部じゃなくてもいいと思いますけどね。ただ、そのぐらいの意欲ってのは必要かもしれないですね。一旦捨てちゃう。ね。で、捨てて、やっぱこれいるかなっていうのもありですよね。はいはいはい。新しい世界に入り、神と真実の中に、生まれ変わりなさい。そして本当の自由とはどんなものなのか知りなさい。私はあなたに自由であってもらいたいのです。自我や利己心でがんじがらめにされていて欲しくないのです。幼子のように自由と遊びにあふれて、永遠の今を生きなさい。幼子のように生きなさい。皆さんいかがでしょうか。ね、まあ面白いですよね。その、ご存知のようにね、最初は何も分からず、ね、場合によってはね、他の星からであんま地球今回初めてなんですよっていう人も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、ねそんな人たちが、まあ、親切で、ね、本当に愛で、ね、親御さんとか先生がね、世の中とはこういうものだっていうルール、教義、ね、今までのね、ルールを教えてくれる。でもって逆にね、今度大人になったらそれをだんだん変え、玉ねぎの皮を、ね、取るようにね、そこから脱ぎ捨てていく。まあね、今までそんな時代だったわけですけどね。でも最近早いですよね。もう子供たち、それないでしょっていうね、それ違うでしょっていうね。本当に、なんだろう、もう、そっちがね、お話を聞いてるとね、お子さんの方がそれ、言ってる方がそれ正しいよね、みたいなところっていうのがね、本当にあったりして、ね、そうすると、なんだろう。ある意味今は、ね、大人の僕たちっていうのは、いかに子供から真理を聞いていくか、ね、若い人たちから真理を、聞く、そういう環境を作っていくかっていうのがね、一つの、仕事なのかもしれないな、なんていうふうに、僕自身思ったりします。ね、そういう魂レベルだとね、ね、根性レベルだとね、ね、こっちの方が30年ぐらい上かなっていうね、感じですけれどもね、なんだ、魂レベルだとね、わかんないですからね、向こうの方がね、1万年ぐらい長生きしてるとかね、そういう場合もあったりするかもしれないんでね、そう考えると、なんだろう。そう見ちゃった方が案外、真実、ってわかるかもしれないですよね。要はね、本当に、ワンネスで楽しむ、ね。この肉体を楽しむ。それから心も楽しんじゃうね。感情を楽しむね。そういったところになるのかなっていうところはありますけれども。はい。チャットの方もね、いろいろ書いていただきましてありがとうございます。
ちかこさんですね、ルミさん、ナナミさん、ありがとうございました。ナナミさん、舞台楽しんでください。ね、カズさん、ありがとうございました。ね、はいはいはい。ね、まあ、いろいろとね、面白い世の中になってて、本当面白い人がね、多いですよね。うん。で、そういう方々に会えるっていうのはね、自分も、なんだろう、面白い人なのかなっていうふうにも思うんですけれどもね。本当にね、この間もお話しさせていただいたかもしれないですけども、うちのね、リラクゼーションルームアーネラというね、お店、ね、宣伝してますよ。ね、はい。に、今ね、御年88歳の方ですね。お花の先生なんですけどね、セッションにいらしてて、もうね、その方の粋なんですよ。ね、粋な、方で、ね、粋なおばあちゃん、ね、いいです。ね、で、ね、前もお話しさせていただいたかもしれないですけど、年齢間違っててね、その方が5歳の時から長唄を習ってる。ね、今、長唄習ってる人ってなかなかいらっしゃらないですけどね。その方は、5歳の時から長唄を習ってる。ね。ってことは、長唄歴も長いわけですよね。85年。ね、85年ずっと習い続けるってすごいですよね。で、あ、そうなんですか。ね、私はね、5歳から長唄習ってんですよ。はい。素晴らしいですね。ね。で、今度ね、その先生の、お祝いがあって、お祝いがあるってことはご存命なんですね。そこまで言えないですけど、あ、そうですか。ね。で、今ね、その方がね、103歳で、おぉ、すごい、恐るべし日本っていう感じですよね。ね。で、まだね、長唄の先生をされてる。ね。そんなに多くではないけれども、本当に内弟子みたいな感じでね、長唄を103歳で教えてらっしゃるってすごいと思いません？ね、今後そういう世界になるかもしれないですよ。ね、ここのラーメン屋さん大好きでね、5歳の時から通ってるんだよってね、93歳のおじいちゃんが言ってて、本当に昔から味変わんないね、なんていうね、そうだろう。っていう、ラーメン屋さんの主が115歳とかね、そういう世界になっても面白いですよね。うん、そうするとまたね、死生観っていうのが変わってくるような気がしますね。はいはいはい。ね、そこら辺、ね、今後どうなっていくのか。それから、いくつかお知らせの方もさせていただきます。うん、何をお知らせしようかな。はいはいはい、はい。一つは、今週の土曜日。今週の土曜日いいですよね。合ってますよね。厚木で、気当て診断法のね、基礎講座をね、の方でさせていただきます。もともとね、ご存知の方多いかと思います。大阪の橋本先生がね、されている。あ、二つ言っちゃった。ああ、そっかそっか。やつですけど、非常に、使えるんですよ。習ってくると。で、いろんなところにね、これ応用ができるんで、ね、たまに自分も、させていただきますけどね。守護霊さん、今どこら辺にいらっしゃるかなとかね。そういうことから、この味噌どうだろうとかね。この間ちょっとね、いけないことをしてしまいましたけどね。いけないことって何かっていうとね、息子とゲーセンに行って、どの台が出るか。ね、それはわかんないだろうけど、どういうふうにね、感じるかなっていうふうにやってみたんですよ。何台か。ね、このうちどれが一番出るか、ね、で反応があったところに出るっていうふうに反応があったところにいけないですよね。これね、お金の関係でやっちゃうんで、僕
ところはね、いけないなと思うんですけどね、メダルの関係ですからいいかなと、ね、やったんですけども、やっぱ出ましたね。うん。これをどうなんだろうね。これをね、果たして、実際本当そうなのかっていうのはね、今後もゲーセンに行って、どれが出るかっていうのをね、気を手でやって、そんなのに使うなよっていう話ですけどね。で、実際に出るかどうかっていうのはね、しばらくやんなくちゃいけないかなっていうふうにね、困ったなぁなんていうふうに思ってますけどね。はいはいはい。その気を手診断のね、なかなかね、東京では、東京、まあ厚木ですけどね、神奈川の、はい、貴重な機会ですので、よろしかったらね、僕がさせていただきますので、来ていただければ。はいはい。で、多くの人がね、この基礎講座出ていただくと、また橋本先生に来ていただいて、その上の、もっと面白いっていうね、講座の方に、コマが進みますんでね、ぜひぜひ来ていただければと思います。それから、6月が本当に、あれやこれやあるんですけれども、まあ一つは、6月の2日、池川先生に来ていただいて、性教育と、ね、経費読、これを、レクチャーしていただくという、これなかなかない機会ですからね、ぜひぜひっていうところですけれども、さらに、6月の18日ですね、すいません。池川明先生と山川ご夫妻のね、もう、なんだろう、現役バリバリのレジェンドがね、3人集まってというね、そういう、トークショーをね、トークライブをね、やります。これ、海老名っていうね、厚木の隣の町ですね、ここもいい場所ですのでね、ぜひぜひ。なかなかない機会ですね。ね、今年一番の、一番じゃないかもしれないですけどね、かなり、ね、いい、なんだろう、トークライブになりますんでね、こちらも。早くもね、今週の、ね、14日木曜日までが、超早割り。ね、4000円で。これね、安いですよ。ね、ダフ屋かって感じですけどね、ね。14日までにお申し込み、お振り込みいただいた方は4000円で。まあ、それ以降は5500円、前より、当日6000円でね、させていただきますけれども、本当にね、今、お申し込みいただいた方、岐阜じゃないや、栃木と、北海道の方もね、もう予約いただいてるっていうね、もう全国から海老名に来ちゃうっていうね、あなたもどうですかっていうね、もちろん僕もいますんでっていうね、イベントですのでね、こちらぜひよろしくお願いします。はい。それからね、チャットの方で、もこさんですね、なんか、お申し込みのね、お知らせを書いていただいてますね。ファンタジーリッチの会、大宮編のお知らせです。今月22日、金曜日、アートグレイス大宮離宮にある、式典でしょうかね。で、グレイスアフタヌーンティー、2時から3時まで楽しみましょう。ね、はい。これが2時からね、5時までの訂正が入ってますね。はい。いかがでしょうかね。はい。あとで掲示板にもお知らせしますということですので、ね、気になられる方はね、ぜひぜひ掲示板の方を後で、ね、ご覧いただければと思います。はい。あとはチャットの方も大丈夫でしょうかね。はいはいはい。そんな感じでもって、はい。で、月曜日、今日はおしまいで、明日の、ね、火曜日、朝からのスピリチュアルテレビは何かっていうと、今見るとわからない。ね、先週のね、まんま、なので、
わかんないけれどもね、きっといろいろあるよっていうね。そういう不思議な番組ですのでね、ぜひぜひ、明日の朝8時からのね、スピリチュアルテレビの時間があったらね、ご覧いただければと思います。もちろんね、平日は、毎日朝8時から、そして夜も8時からね、やってますんで、結構ね、先週面白かったんですけど、今週はその波に乗ってさらに面白くなるんじゃないかなっていうふうにね、僕も期待しておりますね。それから、この映像の下のね、水色の憎いやつ、スピリチュアルランキングのね、ボタン、これをポチッと押していただくと、なぜかスピリチュアルテレビが元気になってしまうという不思議なボタンです。こちらの方もね、ポチッと押してください。あ、更新。更新すると音が出そうなんですけど、ね、ちょっと更新してみますね。更新。うちに、うちに、うちに、うちにっていう更新じゃないですね。お。新しいスケジュール入ってます。あ、本当だ。明日はね、トシ&ナナミさん。ね、聖なる音楽。ね、9日の日にね、東京で大きなね、コンサートされて、もうね、ご自宅の方に帰られてるのかな。はい。それから、夜は悟りへの道。ね、はいはいはい。先週ね、見てみましたって言ったら変だけど、変か。先週ね、拝見してましたけれどもね、非常に面白かったですね。ぜひ、ね、菊池由美さんのね、お話とね、なんかハートを開くっていうね、ワーク、ちょっとね、ありますけど、あれ非常にいいと思いますんでね、まだの方はご覧になってみてください。水曜の朝はね、節子さん、うだん水曜日、夜はスピリチュアル鑑定団。はい、それから、木曜の朝は、おはようカノンの独り言。どんな独り言をカノンちゃんは言うんでしょうね。はい。夜は金慶塾。はい。それから金曜日の朝は、ゆっこさん、おはよう、金曜日。夜は、週末はいらっしゃい。ね、次期、五郎ちゃんですね。はい。はいはいはい。ね、テディさん、ありがとうございますね。っていう感じですね。はい。皆さんね、今日の番組いかがだったでしょうかね。まあ、気ままにね、そういうこともあるんだな、っていうところでね。ただ、ね、全部、ね、なんだろう、経験して、で、それが、やっぱり愛と感謝なんだな、っていう、ね、どっかで分かってくるところってあるんじゃない、あるんだろうな、っていうね、思います。君はどう思う？愛と感謝。クーネル遊ぶ。ね、今日の番組は楽しかったですか？楽しかった？楽しかった？はいはいはい。ね、今日はね、ちょっとじーっとね、テレビ見てたね。楽しかった？はいはい。ね、あ、喋らない。ね、だんだんね、ご覧になってる方も、ね、あ、獅子丸くん、ね、自分の意思を持ってるな、君っていうのをね、あ、喋んない、ね、なんかそういうふうに、ね、思われてきていて、ね、だんだん人気急上昇の獅子丸くんです。獅子丸くん。はいはい。ね、獅子丸くんからもね、今日はありがとうございましたって、ね、言ってください。いいですか？やだ。ちょっと、あれ？なんか、あれ？なんか反感ある？ない。ない。いや、今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。はい。ということでね、シシマル君、語るの巻でしたね。今日もね、
長い時間、ね、本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひね、明日の朝からもスピリチュアルテレビどうぞよろしくお願いいたします。では、そういうことでありがとうございます。どうもです。